ビデオ撮影の趣味を始めて5年。最初は古いコンデジカメラで、当時購入した自家用車を撮影して楽しんでいましたが、その画質の悪さに嫌気がさし、フル HD で撮影できるホームビデオカメラを購入。映像編集もパソコンにプレインストールされているムービーメーカーでは飽き足らず、エディウスネオを購入し、悪戦苦闘しながら作品作りを始めました。ビデオサロンに投稿を始めたのが2年半前から、おかげさまで何本かの作品を雑誌で紹介していただいております。この趣味を始めてまだ日が浅いこともあり、経験を積むために花や風景、車やバイク、飛行機などいろいろな対象をビデオ撮影して、その時々のインスピレーションで作品に仕上げているつもりなのですが、1年ほど前に作品の素材に野鳥を使おうと思い立ちました。鳥の知識はほとんどなかったのですが、とりあえず何か撮れるだろうとカメラ片手に近所の森へ行ってみました。時は初夏、さっそうと出かけたのは良かったのですが、森に入ってみて勝手が違うのに気づかされました。鳥の声は森のあちらこちらから聞こえてくるのですが、右を見ても左を見ても青々と茂る木の葉と樹木が見えるばかりで、肝心の野鳥の姿は一つも撮影できませんでした。そんな野鳥撮影のスタートでしたが、本やネットで鳥の知識と撮影のコツを勉強し、カメラも 1365mm まで望遠撮影のできるコンデジカメラを手に入れて、何本か野鳥を素材とした作品を作ることができました。野鳥撮影を始めてみると、最初はどんな鳥でもカメラに収められれば満足でしたが、そのうちに次はあの鳥が撮影できないだろうか、この鳥を撮影するにはどこへ行けば出会えるのだろうかなどと思い始め、今ではすっかりバードウォッチング、野鳥撮影にはまりきっています。昨年はどうしても一度カメラに収めたかった鳥であるルリビタキのオスを撮ることができました。その青く美しい姿を初めて目にした時は、興奮して何度も撮影した映像を見返したものです。そしてここからが本題なのですが、次に撮影する野鳥は警戒心が強く、撮影はおろかその姿を目にすることもなかなか困難な山セミに目標を設定しました。平成28年12月19日、休日を利用して山セミがいそうな渓谷の川を探す。すぐに見つかるとは当然考えてもいなかったが、渓谷沿いの林道を歩いていると、ヤマセミと思われる鳴き声が聞こえてきた。確証はなかったが、何度も YouTube 動画で見たヤマセミの鳴き声にそっくりだ。しかしいくら目を凝らしてもその姿は見つけることはできなかった。ただ鳥を探すポイントをこの付近に絞り込める材料になっただけでも、初日からラッキーだったと思う。12月24日、先日ヤマセミの声を聞いた付近を中心に探すことにする。ただし今回の目的としては、鳥を探すと同時に林道から渓流の川岸に降りられるポイントを見つけることも重要だ。渓谷沿いの林道からでは樹木に遮られて、ヤマセミの活動する渓流を見渡せないからだ。朝7時から林道を歩き始めて30分、なかなか川岸に降りられるポイントが見つからない。今日はヤマセミの声も聞こえてこない。林道の終点付近に差し掛かったところで野生のオスジカに出会う。慌ててカメラを構えたが、その姿は撮影できなかった。野生動物を撮影する難しさを実感する。道を戻りながら再度川へ降りられるポイントを探す。すると林道入り口付近に
比較的傾斜の緩い場所を発見。次回はここから川岸へ降りてみることにして、2回目の探索を終了。今日は山セミの姿も声を聞くこともできなかった。12月25日、昨日見つけた林道から渓流の川岸へ降りられそうなポイントへ向かう。山の急斜面を降りるため、昨日までの軽装備から、リュック、長靴、雨がっぱのパンツ履きという重装備に変更し、現場へ到着した。急斜面を慎重に川岸へと下ってゆく。傾斜がきつすぎて、帰りに登ることができない急斜面は避けなければならない。場合によっては諦める勇気も必要だ。だが、思った通り樹木をかいくぐりながら急斜面を降りると、川岸に降りることができた。林道から見下ろす渓流の景色と、川沿いから眺める渓流の風景とでは、全く別の世界に来たような錯覚に陥る。とりあえず、渓流沿いに降りての撮影は今日が初日なので、帰りに林道まで登るポイントがわからなくならないよう、降りた付近で川を撮影することにした。ホームビデオカメラを定点撮影用として画角を決める。連続録画状態でも約1時間は撮影できる。超望遠コンデジカメラは手持ちで待機し、何か動くものがあればすぐさま撮影できる体制とした。渓流沿いに降りてから2時間、川風の冷たさが身に染みる。その間、鳥の姿を見たのは下流に向かって飛んでいくカワウのみだ。定点カメラに映っていれば素材として使えそうだ。次にここへ来るときは、もっと防寒対策をしなければ長時間の撮影は無理だと悟る。そろそろビデオカメラの録画可能時間も過ぎる頃だろうと、カメラを回収に向かう。録画スイッチを切った瞬間、上流から白いものが飛んでくるのが目の片隅に入った。再度録画スイッチをオンにする。カメラの画角に入っていればよいが。